それじゃあこの計算できませんって言ってるこのパーティションファンクション Z を含んでいるこの微分をどうやって計算するかそ,れをその方法を説明しましょうそれがコントラスティブ・ダイバージェンスと呼ばれる方法ですまずこう数式変形をしますこれパーティションファンクション Z のログの微分ですこれをこういう形に変形しますこれはもう公式ですよねでこれの Z の方 Z の方をこういう形に変形します今 Z は何かっていうとこういう確率分布のパーティションファンクションにしてあります。だから関数の部分は F でまとめてあります。でパーティションファンクションは何かっていうと足して1にならなければいけないので F を全部総和したものが Z になってます。ここにパラメータが含まれてます。で、ここです。で、これがまあシグマを外に出しましょう。外に出したら今度はこれをさっきの1行目の数式と同じように使って で逆にに使っってこっちにしますつまりここの部分だけだったのを F を出してログの F のこの微分にしますそうすると何がいいかというとこの Z が今外に出てたんですが中に持ってきてしまいましょう中に持ってきたら Z 分の F つまりこの関数確率分布になるわけですねそうすると確率分布になります これでで変形が終わりですこの z のログの微分はここまで変形できました。何になったかというとこの f のログの微分に確率分布をかけて和を取ったものです。ここ,こ,こがミソです。ここまで変形できたんですが今これが何かというとこれは期待値になっています。確率分布をかけて何か,か,て何かにかけて積を取ると。 和を取ると和を取るとる期待値ですよねこれを計算するのが MCMC MC です。何か何かしら計算できればいいのね、期待値が MC。MCMC はそれができます。どうするか、この確率分布に従ってサンプルを1個振ります。これです。XJ のアスタリスク。でもう1個振ります。もっと振ります。これに従ってサンプルをたくさん振ります。J 個。J 個生成して、 この場合には単純に平均を取るとこれの期待値計算の禁止になっています。期待値計算めんどくさいと思うかもしれませんがサンプリングできたら単にそのサンプリングで出てきた値を使って計算して平均すればいいわけです。じゃあこの J をどのくらい取らなきゃいけないかギブスサンプリングでもいいんですが100個とか200個たくさんやらなきゃいけないかというと。 実際にはやらないとこう精度は良くならないんですが実用上は1回でもう十分いいっていうのが示されていますだから1個サンプルを取ってきてこれをやると平均取るまでもなく J が1ですからそれで済むわけです代用してしまいますこれで何ができたかここが計算できませんって言ってたものがこれになりましたこの MCMC MC での近似計算になりました この F っていうのが何だったか F はここの部分を F と置いたので外に出してみましょう、うん、コスト関数をように書くとこんな感じですじゃあこれをここに入れて整理して書き直すとこういう形になりましたこの1個目と2個目すごく似てますよね2個目はここですここですこの i xi は何だったかっていうとトレーニングサンプルです訓練サンプルです訓練サンプル でこう微分したものがこちらに来ています。こちらでマイナス方向に引っ張ります。この微分ですから、このパラメーターの微分の方向を訓練サンプルの微分がこう引っ張るわけです。負の符号がついています。それに加えてこっちは第一項は正の符号なんですが、こっちは MCMC MC でサンプルしたこのサンプルした xj アスタリスクになります。これの微分を計算すると、こっちは正の方にひ 引っ張りますなのでこのもともと与えられた学習サンプルとサンプリングで得られたサンプルがこうきっ抗してこのパラメーターの微分方向を決めるわけですそれを簡単にイラストで描いたものがこっちですこの辺りではこトレーニングサンプルの影響が大きくてこっちに引っ張りますがこの辺りでは MCMC MC で振ったサンプルの影響が大きくてこっちに引っ張っていきますこれ,のこれの2つがきっ抗してパラメーターを推定することができます このコントラスティブダイバージェンスは革命というふうに言ってる人もいます。これがなかったら向こうグラフの、M、マルコフモデルのパラメータ推定はできなかったわけですから、まあ、いろんな方法があったんですけどもこれができて登場してすごく馬鹿飛躍的にできるようになりました。そのくらい革命だったというふうに言われてます。